東美和島駅は愛知県名古屋市西区美和島2丁目にある名古屋鉄道の駅である。駅番号は NH38 で名古屋本線に属するが犬山線の起点が乗降設備のない美和島分岐点であることもあり、当駅が犬山線の起点駅として案内されることがある。かつては平日7時30分9時30分の時間帯のみ駅員が配置され、この時間は 定期券等も購入できた。2009年12月1日より、土休日のみ終日無人駅となっていたが、2016年7月16日より、平日も終日駅集中管理システムにより、無人駅となっている。2009年4月、ホーム傘上げやエレベーターを設置する等の、バリアフリー加工事が完了し、トンネル通路の照明も交換された。 当駅北側の美は島分岐点で、名古屋本線から犬山線が分岐しているが、駅ではない同地点での乗り換えはできないため、東美は島駅が分岐点から最も近い乗り換え駅となる。当駅が普通列車しか停車しない小駅であることから、犬山線と名古屋本線岐阜方面間の乗り換えについては、区間外乗車の特例が存在する。両方面間の乗り換えは当駅よりも、 分岐点から離れる堺西駅や、名鉄名古屋駅で行うことが認められ、重複区間となる日は島分岐点、名鉄名古屋駅間は、運賃計算に含まれない。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。ホーム有校長は6両分。駅の前後が S 字状に急カーブしているため、通過列車の速度は、 時速 50km 程度である。ホーム上屋根の柱は木製のまま名色に再塗装されている。朝夕は名城大学附属高校の生徒や付近への通勤客などで賑わうが、普通列車しか停車しないため隣の境西駅ほど多くない。ありがとうございます。